では短い時間限られた時間ですね、早速ですが辻先生、入っていただけますでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生の背景どちらですか。それはこれスイスのベルンの町じゃないかな。あ、そうですか、はい、多分場所は広島ですよね。あ、いるのは広島です。はい、先生ご専門は何と言えばいいんですかね。専門、新約聖書の中の、はい、博士論文はヤコブの手紙を取り上げて書いたんですけど、はい、で今はもっぱら新教出版社から出てる福音と世界なのに、毎月牧会書簡の第一テモテ第二テモテテトス書の中華書が入ってて、もうもっぱら今そのあたりパウロ以降に書かれた手紙、第二パウロ書簡と呼ばれる手紙を扱って、勉強しているというので、まあ、あんまり人がやんないとこやるっていうのが、まあ、新約産業。ニッチな、新約学のニッチ産業みたいなんで、まあ、人がやんないことやるのが研究だからね。はいはい、そうですね。っていうことで、そういう、あまり人が扱わないとこをもっぱらやってます。緊張の役って、先生はもう一読者なんですか、新教導役。新教導役はね、私が大学4年生の時に出たんですよ。ああ、はあはあ、なので、出た時はまだ学生だったので、ほとんど。当時のことは、私は全く覚えてないですけど、どんな感じだったのか、今の方々はあんまり想像できないかなと思うんですけど。ずっとそれまではいわゆる口語訳聖書が、はいはい、一般にプロテスタント教会では使われてきたので、はい、あれって1955年以来ですからね、はいはい、だからもう僕も口語訳聖書で育った世代なので、突然、まあ後でも出てくるかと思うんですけど、新共同訳聖書が1987年に出る前に旧共同訳、あの時は旧なんて言ってなかったけど、はいはい、共同訳聖書っていうのが78年に出てるんですけども、まあ、それの続きで新共同訳っていうのは旧共同訳が、うまくいかなかったので急遽出した、急遽って言ったら怒られたなんですけど、はいはいはい、まずね、固有名詞が全然、例えばそれまでエペソって言ったのがエフェソになるとか、はいはいはい、ピリピがフィリピになるとか、そういう固有名詞が変わったのに、やっぱり最初そういうとこに人間って慣れてることにやっぱり愛着あるから、はい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 、変わって嫌な変わったところにこう割にネガティブな印象を持つんですよね。で、そこのことの方がよく覚えてますかね。なるほど。でもね、慣れると慣れるんですよね、やっぱり変な言い方だけど。そうですよね。うん、だからもう今や、ね、新教大学皆さん慣れちゃってると思うんですけど、最初はやっぱりいろいろ移行期間は大変だったんですね。やっぱりね、どの聖書もそうなんだけど、もう本題に入っちゃうみたいなあれですけど、どの翻訳だって出た時には必ずネガティブな評価出るんですよ。はい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 。やっぱり自分たちが慣れてたのと違うから。そうですね。やっぱり違うことに対してはまずネガティブに反応することが多いので。はいはい。だから新教訳の時もそうでしたし、口語訳だってそうでしたけどね。調べてみたら。口語訳ができた当初はやっぱり違和感あったってことですね、うん、やっぱり文体がダメだとか、日本語としてなってないだとか、はいはいはい、聖書の重々しさがなくなっただとかいうようなことね、やっぱり言う、結構著名人が言うんですよ、またそれ。なるほど、なるほど。なのでそういう影響力ある人が言ったりするとやっぱり、はい、そういう評価が出てくるんだけど、でもそういうのって次第に慣れ、やっぱり慣れていくと消えていくので、で、新教堂役でね、エフェソだのフィリピだの言っても、今あまり誰も不思議に思わないじゃないですか。そうですね。だから、訳文自体もそうだし、聖書教会教堂役もおそらくそうなっていくんじゃないかなとは思います。はいはいはい、はい。一番古い日本語の聖書というところはちょっと話が始められたと思うんですけど、皆さん今日ね、はい、来ていただいてる方、もう信者さんで長年、聖書読んでるよって方もいれば、まあ、そもそも聖書は、なんか書店で見たことあるけど、読んだことないとか、まあ、そういう方々もいらっしゃると思いますし、はいはい、よく書店のね、スタッフさんでよく聞かれるのは、やっぱ、どの聖書を買ったらいいんですかっていう質問結構あると。教会なんかでも。で、学校とか、教会で指定の聖書があればいいですけど、そうじゃない、自分でね、自主的になんか、とりあえず一生に一回ぐらい聖書を開いてみようかっていう方が、書店を訪ねたときに、こう想像以上にいろんな種類が
あって、どれを買ったらいいか迷っちゃうみたいな方も多分いらっしゃると思うんですけど、そうですね。あの、一応多分その書店さんのセオリーは、まあ、新共同訳聖書が一応国内のシェアとしては一番多いので無難ですよっていう多分答えがあれなんだと思うんですが、辻先生は何て答えますか、そう。ああ、そう。一番最初に聖書を読むっていうか。一番最初に読むのでって言われると、その、どういう時に、とにかく、あの、なんていうのかな、どういう時、どういう読み方したいかっていうかね、とにかく何でもいいか、聖書をこう、あの、開いてみるだけ見たいんだっていうのと、またちょっと、そうじゃなくて、もうちょっとキリスト教よりって言うと変だけど、はいはいはい、教会との関わり、キリスト教信仰との関わりでみたいなことだとまた違ってくるかなと思うんですけど、はいはい、あの、解説できる余地があるんだったら、もう新教の役にとりあえずしといてくださいとは、うんうんねうん。そうじゃなかったら、あの、翻訳として正確とか、そういうことを、をとにかく、中身が分かりやすい、そう、分かりやすいであろう、分かりやすかろうが、そうでなかろうが、っていうんだったら、はい、まあ、田川健三役の、翻訳だけのやつが出ましたからね。はいはいはい、まあ、田川健三役はでも、なんかのっけからこんなこと言っていいのかな。翻訳だけだと、なんていうか、トッピングが乗ってないピザみたいなもんだから。なるほど。生地そのまま。だから、あそこにどういうトッピングがされるかによって、あの味わいっていうのは、ですごくトッピング部分が多い聖書だからね。だから、本当だったらトッピング乗ってるやつ見た方がいいんだけど、でも全部買ったらすごい値段ですからね。うん、そうですよね。からそれちなみに、これもよく聞かれる質問だと思うんですけど、聖書どっから読めばいいですかって聞かれたらどうしましょう。聖書どっから読んだらいいかね。いや、大体ね、最初から読んで、系譜でつまずくみたいなことあるじゃないですか。うんうん、そうですね。だからなんか、最初から通読しようと思うと結構大変だと思うんで、手っ取り早くなんかとりあえず読みたいっていう人にはおすすめ、もし、聖書学者として。旧約聖書だったら別にのっけから読んでも全然大丈夫だと思うんですけど。ああ、なるほど。はい。面白いからね。はい、はい。物語ですよね。やっぱり創世記の物語なんかはすごく、はい、面白く読めるし、授業で学生に創世記の話してもすごくみんな、関心持って聞いてくれるんですけど、はいはい、まあ、系図から読むのはやめた方がいいでしょうね。まあ、新約はどうしましょうね。やっぱり、その、新約聖書だから、そのなんかイエスの話から読むっていう、はい、こと考えると、マルコ福音書か、まあ、ヨハネ福音書か、まあ、ルカ福音書でもいいけど、はい、そのあたりから読んだら、系図から行くよりはマシなんじゃないかなと。はいはい、あるいは、もう系図すっ飛ばして、その先から読めっていうか。そうですね。なるほど。誕生物語とかね、あんな3人の博士の話なんていうのは、ね、まあまあ知られてるとこもある。はいはいはい。創世記もね、割ともう、こうなんか、断片的に皆さん知っていらっしゃいますもんね。うん。アダムとイブから始まってね、のはもう大体、聖書読んでなくても知ってるっていうぐらい、そういうところはありますよね。そうなんですよね。まあね、アダムとイブとかっていうと、知ってますからね、その名前だけでも。はい、だから、そういう意味じゃ、旧約聖書の方が頭から読んでもとっつきいいんじゃないかと、はいはい、まあ、読み進む先になるとレビ記だとか民数記だとか難関が待ち受けてますけどね。あ確かに。この規定は何のためにあるんだとか、確かに、ね、なんか通読してたらそこで忍耐がいったとか、はいはい、いう話あるんじゃないですか、まあ、なんかそういうね、どっからどう読めばいいかみたいなね、解説書も欲しいですね。そうですよね。やっぱり言っても2000年、まあ、新約聖書ですら2000年前の本だから、はい、何の解説もなしにスラッと読んで全部わかるってことはありえないはずね。ねえ、そうですよね。まあ、問題はそこなんですけど。はいはいはい。まあ、いや、割とサブカル好きは、なんか目視録から読み出したりとかするので、違う目的でね、読む方もいらっしゃると思うんで。いや、結構そうみたいね。なんか学生にもそういうのいるんですよ。いると思いますよ。で、なんか目視録のどこどこが面白いんで、先生も読んでみてくださいって。読んでるよって。いやいや。某アニメのおかげでね、そういう需要も増えてきましたので。やっぱ、まあ、意味あるよね、はい、ああいうのって。そういう方々も今日ね、いらっしゃってると思うんですが、まあ、そもそもじゃあ、日本語聖書って言ったときに、
はい、何が一番古くてどこから始まってるのかっていうのはちょっと展示品を含めて、あ、そうですね、はい、ご紹介したいと思うんですが、もし今スライドを出しますので、辻先生のコメントも交えながら皆さんと一緒にちょっと展示会場に来たつもりになってですね、展示を見たいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、お願いします。これ今出てるギュツラフ訳っていうのは、はい、いわゆる日本語の聖書として、はい、まあ、このような形でちゃんと残ってて、で記録もあってっていう、はい、まあ、いわゆる最初の翻訳だと言われてますけど、ただ部分的に翻訳されたものがこれ以前にあるはずですけどね。はい、はい、はい。まあ、今現状残っているのが最古ってことですよね。これは非常にギュツラフ訳っていうのは有名で、例の始まりに賢いものござるっていう、はいはい、賢いものっていうやつ、ね、多分見えてますけど、極楽と共にござるっていう、はいはいはい、有名な翻訳だから、うん、これここからまあ話を始める場合が多いんじゃないかなと思いますけどね。ベテルハイム訳、琉球語なんですよね。これでも見ると結構読もうと思えば読めそうですね。そうね。当時のカタカナになるんですかね。これはカタカナですね。よくでもこれ作りましたよね、この時代。そうですよね。これもちろん 手書きというか、うん、ね、書いたのを否定はしてると思うんですけど。はい。いくつか行きましょうか。これ簡訳ですよね。一番か。一番カルバートは旧約、あ、創世記ですね、これ。そうね、創世記ですね。創世記第一章。もう漢語なんで、うん、中国語なんて読めないですけど。でもこういう漢語訳の聖書があったから、日本語訳聖書がね。あ、うん、まあ、創世記みたいな名前もそうだと思うんですけど、なるほど。どうやって日本語にそれを置き換えていくかっていうときに、やっぱり中国語訳が果たした役割っていうのはすごく大きいので。うん、なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ、どんどん行きましょうか。これゴーグル訳、1871年、マタイ福音書。これは、ひらがなが使われてますね。ひらがな入っていますね。固有名詞をカタカナにしていて、そしてこう、はいはい、ひらがなの分かち書きにしてるんですよね。はははは。だから、なんか、パッと見たら小学校1年生の教科書みたいだけど。ね、そうですね。けど、やっぱり読みやすさっていうことをすごく意識して。はいはいはい。確かに。はい。次は、ヘボン・ブラウン役。あ、ヘボン・ブラウン役ね。ヘボン・ブラウンは、ね、よく名前聞きますけど。そうですね。ヘボン・ブラウン役の聖書っていうのは、どんな、あらゆる階層の日本人によく、すぐ分かるような文体とかね。うん、まあ、それで格調高く書くっていうような。そういう方針で作った。まあ、今のなんか日本聖書協会と同じようなこと言ってるなっていう当時からね、当時から。なるほど。やっぱりいろんな人が読んで分かる。しかも格調高いっていうの好きなんだよね。いうところを目指して、しかもあ、そっか、これはヘボン・ブラウンがやってるから、これヨハネ伝ですよね。そうですね。この次もヘボンかな。もう一個ありますかね。ヨハネ・デンっていうふうにつけたっていうのも、この当時の、なんていうか、ですよね。今は言わないけど、かつてヨハネ・デンとか、マタイ・デンとか言ってました。ああ、言ってましたね、はい。あれもこの頃からの伝統ってことですよね。はい。これが、こんな残ってんだ。元になってるってことですね。これも展示されてますね。これで印刷してたわけですよね。はいはいはい。印刷の元になってるわけですね。はい、翻訳員者中訳っていうのは、これは各派が、教派が合同でやろうとしたやつですよね。ああ、なるほど。共同訳の走りみたいな。そうです、共同訳の走りですよね。で、聖公会とか、それから聖教会にも声かけたけど、はい、それはなんか参加しなかったらしいんですけどね。そうですか。あ、じゃあ、それは、後々の、まあ、共同訳のになって、そういう聖公会とかも入るようになったっていうことですね。そうでしょうね。やっぱり共同訳のまあ走りっていうか、そういう発想っていうのはこの頃からあったっていうのは、うん、まあ、わかりますよね。はいはい。はい。次は、東京聖書翻訳委員会。これは旧約を作るときに、さっきの聖書、翻訳委員会社長っていうのは新約作ったやつで、
はい、この聖書翻訳委員会っていうのを改めて組織して旧約を作ろうとしたっていう。ははは、うーん。全旧、旧新約かな、これ。の旧新約ですね。両方で、これぐらいの、こんな立派な、もう教会の講壇とかに行ったら置いてありそうな。はい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 。すごいですね。これがまだ今も残ってるっていうことですね。1887年、旧約、新約、全書。やっぱり、その聖書協会としての翻訳の、まあ、一つの最初、この頃聖書協会って言ってないかもしれないけど、やっぱり形は明治元訳から始まってるので、はいはい、貴重ですよね。なるほど。はい。そして、1897年、バチェラー訳。あ、バチェラー。これ、アイヌ語新約聖書なんですよね。これ、アイヌ語なんですね。うん。書いてるのがね。アイヌの翻訳を作ろうとしたっていう。聖教会訳。あ、イエス・カリストスの新訳。これは、1900年。漢文っぽいんですよね。ああ、本当だ。そうですね。で、聖教会のことあまり詳しくないんですけど、今でも正式には、方針令というのかな。はい、では、使われてるんじゃないか。聖教会用の聖書か、はい、で、参加してくださってる中に聖教会の方おられたら教えていただいたらいいんですけど。はいはいはい、ラゲヤク。カトリックですよね、ラゲヤク。カトリック。カトリックの聖書、カトリックはまあね、一番新しいフランシスコ会訳があるから、はい、まあ、今はもちろん使ってないと思うんですけど、多分、ラゲ訳ぐらいの時代だと、はいはい、ブルガータのラテン語訳聖書の影響っていうのはすごくあると思うんですよね。なるほど。これ、キリスト新聞社が出した、ああ、はいはいはい。口語訳聖書ね。はいはい。例の。例の、これ、聖書協会の口語訳聖書より先にこっちが出てるんですよね。はいはいはい。1952年ですもんね。はい。おそらく、口語訳聖書として戦後に出たものとしてはこいつが最初なんじゃないかな。そうですね。はい。多分なんかね、この前もちょっと新聞記事見ましたけど、割と盛大になんかお披露目されていたみたいですが。うん、そうなんですよ。もう幻のね、もはや、なってますが。そうそう。なんか1万とか2万とかの単位で売れたはずなんですけど。けど、あと広まらなかったですよね。うん、そこがなんでなのかなっていうのをちょっと知りたいとは思ってるんですけど。ねえ。ぜひ。やっぱり聖書協会版が後から出たから。はいはい。親方日の丸じゃないけど、親方聖書記か。の方が資金力もある。いや、うちだから、キリスト新聞社にいながら、この存在あまりね、知られてないというか、実物私でも初めて見たかもしれない。この聖書の、研究ってもうちょっと翻訳史の中でやっていいと思うんよね。ね、そうですよね。うん、そうすると、その、香川と武藤富雄と聖書教会とどういう関係にあったのかとか、いろんな、ね、よからの話も出てきそうな。もう、戦後の最初の頃のキリスト教の歴史を調べる上でも重要な、ね、はいはい、もので、これは、基本的に個人で2人で翻訳してるってことになってるけど、はい、チェックした人も、今コメントのところに村岡花子って書いてあるけど、そうそうそう、村岡花子もこれの翻訳文のチェックしてるんですよね。そうですよね。名前が多分載ってて、そうです、自分にも出て、で、ね、当時の新聞記事見たら村岡花子もそのお披露目の会に来てて、そうそう、祝辞かなんか言ってたと思いますけど、これちょっとね、深掘りできると面白いかもしれない。これもうちょっとね、本当に研究する必要があると思うんですよね。これ何をもとにね、その訳語とか見て、どこが参考にしたのかしてないのか、あるいは今のその、後の口語訳とかはそれ以降の訳書に影響を与えてるのかどうかとかね。そうなんですよ。そういう回ですかね。そうなんですよ。文書の名前はね、結構口語訳聖書と一致してるんですよね。なんで揃ってるっていうか、どういうふうにして揃えたのか、どっちがどっちかを真似したのか、その辺もちょっと、教会版の口語訳聖書とこのキリスト新聞社版と比較するっていうのはやったら面白いと思ってるんですけどね。どっちかがパクった可能性もあるって感じですね。訳文はね、あんま似てなかった。ちょこっと見た感じでは似てなかった。口語訳聖書は、
まあ、後で言えばいいことかもしれないけど、はい、あの、対象解約のやっぱり、なるほど。ベースにしてやってるから、急いでやったせいだと思うんですけどね。じゃあ、訳語はだいぶ違うわけですね。違いますね。はい。なんか、その個人、まあ、試訳みたいな、ね、しかも短時間で相当、あの、力入れて訳したみたいなことは、そうそう。記事には書いてありましたけど。あの、渡瀬修一郎だったかな、はい、っていうの、あの、さんが、その人が結構時間かけて翻訳作ってたらしいんだけど、はい、それを武藤富美男が見たら、ちょっとこれじゃ、このままじゃいけねえな、みたいなのだったので、はいはい、で、手入れようとしたんだけど、結構渡瀬さんってこだわりのある人だったみたいで、はいはいはい、なかなか言うこと聞かなかったので、で、しまいに、あの、序文が後ろの方にね、批判した時に行ったとか、後ろから持ってきたとか、そういう変更がいろいろあったみたいで。そうです。最初はなんか、あの、キリスト新聞社として出しましたみたいな格好にしてたんだけど、渡瀬修一郎がそれでなんか納得しなくて、はいはいはい、俺の名前が出てこないみたいなんで、はいはいはい、ごねたっていう。いやー、大好き、そういう話。いろいろありそうですよね。これはね、調べる価値、本当あると思う。ありますよね。ぜひ、うん、あの、卒論書く方、ぜひ、テーマにしていただきたい。修、うん、論でもいい。いや、できますよ、これ。ね、できますよね。うん。うんぜひぜひ。はい、ありがとうございます。ちょっと時間取りました、ね。はい。つい厳しい。用意の共同訳が出てきました、はい。こいつがさっきちょこっと話に出てきた旧共同訳ですよね。はい、はい。で、共同訳はね、もうメジャーですけど、これは、ね、あるってことは、共同訳あったってことですよね。そうそう。なんで新共同訳って言うかってさ、ね、新じゃないのがあったからなので、はいはいはい、で、これがそれなんですけども、はい、もう日本聖書協会では売ってくれてないし、はい、これに、旧共同訳は、聖書協会とか講談社と2社から出してるんですよね。ほう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 。で、講談社版の方が後まで残ったけど、多分そっちももう品切れじゃないかな。で、これはね、なんか黒歴史みたいになってて。はいはいはい、なんで出回ってないんですか、これ。これ出た時にすごく、それこそ評判が悪くて、もうボロクソに言われて、はい、翻訳、訳文が、まあ、今映ってるのはこれ、マタイの5章ですよね。はい。そもそも、マタイオスって書いたんじゃないですか。はいはいはい。このマタイオスとか、マルコスとかね。はいはいはい。なんか昔のフィリピンの大統領みたいな名前の。とか、はい、ルカスとかね。ああいうのが、まあ、評判、そもそも評判悪かったし、はい。そういうところで、こう、感覚的に嫌みたいなのが出てくる。うん。だから、訳文だって、今、これみんな見えてるかな。幸いの教えのとこで、ただ神により頼む人々は幸いだって書いてあるじゃないですか。はいはい、読みますね。これって心の貧しい人は幸いの訳し替えですよね。ああ、なるほど。で、それ、こういうような、まあ、端的に言うと異訳なんですけど、はいはいはい。要するに分かりやすいように翻訳しましょうっていうね。はいはい。っていう方針だったのがもう全然受け入れられなくて、はい。で、試しに新訳出したんだけど、はい。これ新訳しか存在しないんですよ。そうなんですね。で、まあ、試しに先に新訳出したらものすごい評判が良くなかったので、はいはい。で、旧訳の方も出すのはもう諦めて、おで、新共同訳の方にシフトしたんですよね。なるほど。だからおそらく、共同、この、旧訳の人たちで共同訳の準備してたと思うんですけど、はいはいはい、急に新共同訳になりましたからってそっちにシフトさせられたはずなので。いや、うん、これは今で言う炎上ですね。うん。今で言えばね。ねえ、うん。そうですか。これ、ちょっとなんかそれも、そういう研究ってあるんですかね。共同訳の研究あるかもしれない。ねえ、なんかコメントも共同訳はもっと評価されるべきだというコメントがありましたが。うん。ありますね。なかなか、まあ、本に出てないのでね、なかなか見る機会もないと思いますけど。そうなんです。そもそもあったという事実すら、聖書協会のホームページどこ見ても出てこないから。まさに黒歴史じゃないですか。うん。だからこういう歴史も踏まえて今のがありますっていうのが歴史的に正しい姿勢のはずなんだけど。本当にそうですね。うん。から、もうちょっと、どう評価するかは別にしても、こういう歴史を踏まえてますっていうことはもっと宣伝されて叱るべきかなと、ね。はいはいはい。まあ今回ね、懐深く展示していただいてますので、ぜひ。いや、もうこれだけでも、ね、この目で確かめたいっていう方はぜひこれ見ていただいて、うん。なんか聖書協会さん、なんか懐深くなってみたいな。はい。あまり言うと怒られる。いえいえ、あれ。共済だもんね。はい。聖書の展示の紹介は、
これが最後ですかね。え、表紙新約聖書。聖書教会連盟、1946年。聖書教会連盟か。今、実物が今、ちょっと届きました。こんな、あ、見えるかな。こんなになってます。おい。見えない。あ、映った。あ、それか。見たことあります？ああ、なんか見たことあるような気がする。でも、この手のエビ吉のやつ、時々新約聖書にあるもんね。これ、似たようなの見たことあるけど、敗戦の日本に聖書を送るっていう発想がすごいですよね。ね、アメリカの米国聖書協会が、1000万冊を敗戦の日本に送る運動をしたと。3万8000人の各方面の市民が、本命帳に名前を連ねたと。なるほど。ウィルブックと呼ばれ、2冊からなり、番ある。もう一つは、戦後50年を記念して、1995年6月に返還された、混乱の時代に送られた SO 氏の新約聖書は、キリスト者のみならず、多くの日本人に慰めと生きる勇気を与えたということだそうです。なんか、さっきちょっとお見せした、これで、これとコンパクトなサイズなんですが、新約聖書。で、対象解約なんですかそれ。中身は。対象解約。はい、対象解約で。あ、中身は対象解約ですって書いてある。これが戦後翌年に日本に大量にこうね、配られた。まあ、話では聞いたことありますけど。まあ、これのせいかどうかわかんないけど、聖書の言葉で結構、広く知られてる言葉って、対象解約の文語帳ですもんね。そうですよね。ね、なんか狭き門より入れとか、働かざる者食うべからずとか。はいはいはい。そうかそうか。だから戦後世代が目にした聖書っていうのは、これが割とあるかもしれないですね。うん、じゃないですかね。古本屋で500円で買ったっていう。そうなんですね。すごい。懐かしいとか。ヤクの聖書が取られてそうですね。今でもやってる。当時5円だったはず。なるほど。さすが皆さん詳しいですね。当時の5円ってどんな感じだったんですかね。ねえ。新解約は意外と直訳に近いと言いますが、どうなんでしょうか。ね、新解約は、意外とって言ったら失礼な言い方なんですけど、版が、第1版から2版、3版、4版で、今4版かな、まで出てきてますけど、今、新改訳2017っていうのが一番新しいと思うんですけど、意外とっていうか、訳としてだんだん、なんていうのかな、いい翻訳になってるっていうか、やっぱり改善傾向非常に激しくて、いい、いい翻訳に、やっぱり新改訳を担った聖書学者の先生方がすごくいい仕事されたんじゃないかなと。はいはいはい。というふうに思います。なるほど。はい。先ほど、先生も触れましたが、翻訳した箇所を言わないのは宗教的理由ですか？これでも、歴史上ね、過去の新共同訳もそうですけど、誰がどこを訳したとかっていうのは、ね、一応公にはなってないですもんね。うん。これはルール上、そういうルールになってる。新共同訳の時は誰がやったかすら、公にしてないと思いますけどね。関わった人すら、公になってない、うん。うん。ただ、関わらなかった人が、俺は関わってないって言ったっていうだけ。じゃあ、言ってない人が怪しいっていう。黙ってる人はやった人なんじゃないですか。で、それはなんか理由は、どういう理由か。それは、僕が聞いたのは、はい、この箇所誰がやりましたって言うと、その翻訳についてのこれおかしいじゃないかみたいなのが個人に行くじゃないですか。はいはいはい。じゃなく、それを避けるためだっていうふうに聞きましたけどね。なるほど。で、実際、個人がもう責任取れないので、はいはい、自分が訳した文章ともだいぶ変わっちゃってるから。確かに。まあ、下訳で関わった方とね、それ以外の関わり方、いろんな多分関わり方があるんですよね。そうです。もう、発行されるまでに、7段階だったかなぐらい。で、翻訳者自身が責任取れるのはもう大、そのうちの最初の4段階ぐらいまでなんですよ。はい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 。そのことは聖書協会も公にしてるから、はいはいはい、言っていいと思うんですけど。だからそうなるとその後、ここの翻訳なんで困難なんですかって言われても知らねえよみたいなことになっちゃう。うん、
で、個人に責任を負わせないようにということだというふうに私は聞きましたけどね。なるほど。要するに宗教的理由ではないと思います。いや、実はツイッターでも、牧師さんコメントしてて、聖書翻訳に携わるって、なんというか批判されに行くみたいな作業ですよね。頭が下がります。まあね。新教大学訳者公開してるんですか？あ、なんか、新教大学は、聖書集会の公開会社を担当してた。新教大学の訳者どっかに公開してたかな、うん、まあ、後から公開したのかもしれないですけど、出た当初は、なんか言わないことになってますって。はい、医学者が言ってましたけどね。はい、なるほど、うん。ありがとうございます。これ、そもそも聖書を翻訳するという作業が、この、まあ、なぜ必要かってことと、まあ、どのくらいのスパンで必要かってことと、じゃあ今後どうなっていくべきなのかっていうあたりをちょっと、少し時間をとってお話が伺えたらと思うんですが、はい。まずは、その、翻訳の歴史、今、ざっとね、振り返りましたけど、そもそも翻訳をするっていうのは、まあ、それこそ昔は翻訳する聖書もなく、その信徒は聖書なんか読むこともできなかった時代はあったと思うんですけど、これはどういう作業というか、必要な作業っていうことでいいんですかね。まあ、聖書に何が書かれているか、を自分で読んで確かめられるようにっていうのは宗教改革の時に起こったことですよね、はいはい、でそれはそれまでキリストこれがキリスト教ですよというふうに、まあ、当時のカトリック教会が一般の人に教えていたことが本当にそう、はいはい、キリスト教的と言えるのかどうかを聖書を読んで自分で確かめれると、うん、まあ、自分で読むって言ったってその当時の聖書はそんな今みたいに簡単に変えないですけど、はい、自分の目でテキストを確かめられるようにという動機があったはずなので、だから、そのためには、つまりそういう目的がプロテスタントの場合は聖書を自分で読むということにあるはずなんですよね。うん、それまでの、これがキリスト教だと言われているキリスト教理解とか、自分が信仰だと思っていることが本当に、それでいいのかということを問い直す作業という意味で、聖書を読むと。ということが、そのためには、まあ、自分の言語で読めるっていうことが必要になるので、そのために翻訳はやはり必要だということに少なくとも、うんまあ、プロテスタント的な考え方かもしれませんけど、はいはい、そういう動機はあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ただ、みんながそういうふうに思って聖書を読んでるかっていうのとはちょっとまた話は別になりますけど、はいはいはい、むしろなんか自分が思ってることの 裏取りたいから聖書を読むみたいな、いろんなね読み方ありますか？あるから、そうなると自分が分かりたいように分かっちゃうみたいなことがあるので、うん、そこは自分の、まあ、クリスチャンの場合ですけど、うん、自分の信仰だとか教会が言ってることが本当にそのキリスト教の初めからそうなのかっていう、であるキリスト教的なのかっていうことの自己批判というか自己反省というか、うん、いう動機はやっぱり聖書を読むということにはあるんじゃないかと私は思ってますけどね、うん、これ聖書教会共同訳が今ね出てますけども31年ぶりというふうに言われてますが、このスパンというのはどう見たらいいんですかね。そのぐらいのスパンで翻訳は修正されるべきなのか、そのそういう何10年間に1回っていうのはそういうことが繰り返し行われていくのか、あるいはどっかでそのゴールがあって、もうこれで決定版、永久保存版みたいな訳があり得るのかどうか。いや、翻訳っていうのは常に不完全なものなので、やっぱり聖書の翻訳、まあ、聖書に限らないんですけど、翻訳っていうのは、そうそう、聖書ってのは2000年前に外国の文化の中で外国語で書かれたものだから、全く別の文化の体系を持って書かれているものだし、はい、それを今の日本に、今の日本の文化の中に置き換えようっていうことだから、うん、その完全、てかそのままそれをうまく置き換えれるってことはおそらくないので、うん、常にそれは不完全だと思うんですよね。うん、まあ、それに日本語も、変わっていくし、はい、ね、文語訳聖書なんか今じゃあみんなが使うかって言ったら使わないですよね、はいはいはい、だからそれから例えば差別語だとか不快語に対する考え方も変わっていくじゃないですか、うん、だから日本語自体も変わるし、それから
その聖書の言語、元 の, あの文化だとか、元 の, そのギリシャ語だとか、その最初のキリスト教徒たちが持ってた考え方に対する理解っていうのも、まあ、研究が進むと深まっていきますよね。はい、だからあの常にそれ新しく、翻訳が新しくなっていくっていうことは、あの今後も続くだろうなと思います。ただそれが30年スパンがいいのかどうかっていうのは、あの考えてみる必要はあるとこかなと。まあ、日本語の聖書の場合は、その翻訳の連続性っていうことがあんまり意識されてないので、つまり、ルター訳なんかだって、ドイツにはルター訳っていうのがあるじゃないですか。で、それはルターの翻訳を、もちろん手入れ直してきてるけど、そこから面々と続いて今に至っているという、はい、それからスイスのチューリッヒ聖書だとか、それから英語の聖書でも、リバイズドバージョンからアメリカンスタンダードバージョンに行ってリバイズドスタンダードバージョンになってそれがニューになってみたいなつながりというのは意識されてますよね、はい、翻訳の。でその中でこう改訂されていくというあの目で考え、そういうことで考えるんだったら30年というのは十分あり得るもんだと思うんですけども、うんうん、あの今回の聖書協会共同訳というのは30年ぶりゼロから翻訳だったっけ。そうですね、一応そういうキャッチコピーになってますが、すごく発想がスクラップ&ビルドですよね。ああ、全部一回なしにしてゼロからやるってことですね。そうそう。はい。それよりもやっぱり聖書の翻訳の連続性っていうことをもっと意識し始めからしたあの訳の作り方にした方が、うん、あの30年ぶりに出すということの意義ももっとよく分かったんじゃないかなと。うん、まあ、あの改訂の新共同訳にしなかったについては、はい、まあ、いろいろ大人の事情もあるみたいなんですけど、ですけどいろいろね、はい、事情が、はい、なんか改訂版というと怒られるところがいるっていう、ね、最初僕も改訂版にすりゃいいのにって言ったんですけど、はい、なんかそれちょっとできなくてって言われて、はいはい、そういうこともあるにせよ、やっぱり、まあね、形としては違っても中身はやっぱり継続性を持ってますっていうところの意識っていうのは、うん、やっぱりあの いろいろ言うけど前の翻訳に折ってるところっていうのは必ずあるので、はいはいはい、そもそも、まあ、例えばその神を神って表現することだって、これあの明治期の聖書翻訳した人たちが苦労して議論して、はい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 、で結局神にしたとか、聖霊とかもそうだし、そうですよね、洗礼とかもそうなはずだし、そういう遺産の手に、はい、そうですよね、でしょ、はい、そういうものの上に成り立ってるんだから翻訳というのは、うん、でそういうあので明治期の人たちってのはものすごくそれ苦労したと思うんですよね、うん、ですあの例えば神だってもし今新しくゼロから本当に翻訳するっつったら今の日本人だったらゴッドって言って済ましたと思うんですよ。 あれを神とするとかね、あ精霊だってホーリースピリットみたいにカタカナで書いて済ましちゃうみたいなね。あ、いや、まあ、あのそういう日本の言葉に、その伝統的な言葉にどう置き換えるか、漢字にどう置き換えるかっていうことの苦労を明治期の、その宣教師だとか、宣教師と一緒に仕事した、うん、日本人がすごく考えたはずなので、で、その遺産の上に今の翻訳はあるわけですから。でもそう考えると、その明治期の翻訳なかったら、マジ神とかもなかったわけですよね。うん。今はマジ神とか言ってますけど、あれ。そう、マジ神だっていうのは。ねえ。宣教師のおかげだ。役がゴッドだったらマジゴッドとか言ってたかもしれない。だって今スピリチュアリティっていうことをよく言うじゃないですか、はいはいはい、でもスピリチュアリティってカタカナ語ですよね、はい、であれに対応するその漢字だとか日本の言葉の表現というのは未だに僕ら持ち得ないわけでしょ。確かに。ただ同じことはおそらくゴッドなんかにも言えたはずなので、日本 あの神道の神々とは違うしなみたいなことを考えたら、そうですよ、ね、じゃあゴッドかみたいな、あのことで済ませちゃったかもしれない、うん、そう考えるとやっぱり明治の時代の翻訳が、あの今の翻訳にも与えてる影響っていうのはすごくあるので、うん、その連続性っていうことはもっと意識されて、あのいいんじゃないかなと。心の貧しい人は幸いなんていう言葉があって、はい、あれ明治元訳から来てますよね。ああ、そうなんですね。あれ明治元訳が心のってやったから、はいはいはい、本当は霊でしょあれ、はい、霊において貧しいっていう、現にキリシン版の口語訳はそう訳してますけど、あ、例のになってますか。例において貧しいだったかな。例において、はい、でその心あれを僕らなんとなく心の貧しい人は幸いって言って普通に言ってるけど、はい、それはそういう積み重ねの上にあるはずだし、うん、
ただ面白いのは心の貧しいってのは普通の日本語ではあまりいい意味で使わないってことなんですよ。そうですね。ちょっと誤解がいろいろあそこはありそうな。でもそれで言うとあれですよね。あのやっぱ新教あの新聖書協会共同訳のあのここが変わったってあの本がね、うん、今売れに売れて話題になってますが、皆さんの紹介もしてもらえると思います。これあの割とお手軽で、あのいきなり聖書協会共同訳新しい訳を読むよりも、うん、あのどこがどういうふうに変わってなんで変わったかみたいな理由とかね、あの経緯とかも書いてあるところは、うん、まあすごく読みやすくていいなと思いますし、あ、すいません、画面も出していただいて、はい、ありがとうございます。これ日本キリスト教団出版局から出てますが、まあこれなんか先に読んでおくと、あ、そのいきなりね、その新しい翻訳の聖書だけ読んじゃうと、どこがどう変わったかってなかなか見つけにくいし、うん、比較しないとわかんないと思うんですが、まあこれなんかそういうところが結構あのポイント絞って書いてあるので面白いなと思いましたが、ありがとうございます。で、その解釈が変わって、あの訳が誤りだったみたいなところもありますよね。あります。やっぱり以前の新教徒訳から聖書協会教徒訳になってその良くなった点っていうのはもちろん、はい、そこでも紹介してますし、まあ、逆に聖書協会教徒訳の取った訳が良かったのかなっていうことを割に批判的に書いてる、うん、あるので、はい、例えば例の規定の病だった規定の病、はいはいはい、っていう訳語についてはあれはこの本の中でももっと別の訳 の可能性があったはずだっていうことを書いてますしね、はい、あれなかなか評判悪いですね規定の病いや初め聞いたとき聞き直しましたよ意味が分かんなくてはい、はい、それこそ規定の病っていう役はまあなんていうのかないわゆるポリティカルコレクトネスってやつを意識して、はい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 、そうしたんだろうなっていうまあ苦心の後はすごく分かりますけど、うんまあ、まさにその時代が変われば、訳語が、まあ、変わらざるを得ないということも、の一つの例かもしれないですね。うん、そうです。まあ、それはすごく、日本語の変化に伴う、はい。一つの事例だとは思うんですけど。あと、同性愛をめぐっても、ね、記述が、まあ、ああ、はい。というようなことが。書いてありましたけど、まあ、いろいろなね、まあ、それこそ、まあ、現代的な、差別的な表現として読めるんではないかみたいなことも含めて、その、どういう訳語で、どう、しかも、その、原点に忠実にしながら、かつ、現代にふさわしい訳語を選び取るかっていうのは、まさに、悩みどころですね。そうですね。やっぱり、聖書は、まあ、コメントの中にその拡張高いっていうのが一つの呪縛になってるんじゃないかっていう、はい、ご意見ありますけども、まあ、それはまさしくそうで、まあ、拡張高いっていう、縛りももちろんありますし、はい、聖書の場合は、分かりやすいっていうね、はい、いう呪縛が、呪縛っていうのかな、その神の言葉だから、素直にスッと入ってくるような翻訳にすべきだみたいな要求っていうのがやっぱりあるので、はい、その分かりやすさと、正確さっていうかな、の間で、狭間で揺れるんですよね、どうしてもね。めちゃくちゃわかりますね、それは。で、そこがあって、まあ、その日本語としての表現っていうね、言葉遣いだとかリズムといった、そういうレベルの問題ももちろんあるんですけれども、はい、問題はその内容であって、うん、その内容が、やっぱりさっき言ったように、昔の外国で書かれた本だから、はい、やっぱり、そのわかりにくいっていうかね、いうその距離がやっぱりあるとそうです、ね、いうところの意識っていうのは、はい、それはある種のそれは不快な出来事なんですけど分かりづらいっていうのは、うん、ただそこをなくそうとするっていうのはまあ旧共同訳はある意味それをなくそうとして失敗した例じゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱり分かりやすいっていうのは、はい、その自分が理解できる範囲に収められるっていう意味だから、はい、でも自分の理解だとか、それまでの理解だとか、自分の思ってること、信じてることの枠をこう乗り越えるきっかけにはなりにくいんですよね。はいはい。もう分かってる範囲での言葉ですもんね。そうです。私が分かるように分かりたいみたいなことでしょ、それって。だけど、聖書の言葉の働きっていうのは、まさしくそこの枠を乗り越えていく、これまでの理解をこう、まあ、壊して、そこから新しいところに進んでいくっていうことにあるはずなので。はい。
そのためにはその分かりづらさっていうか、読んだ時にうんと思うようなところというものをこう受け入れる姿勢がないと、ある程度やっぱりそれが聖書には必要なんじゃないかなと個人的には思いますけど。そうですね。これなかなか両立してそのバランスが難しいと思いますが、その、ね、今の日本語としての分かりやすさと、うん、まあ、ここに聖書教会共同訳で歌ってるような拡張だかいいかどうか、美しい流暢な日本語かどうかとか、うん、あとはその原点にどう忠実してるか、忠実になってるかっていうののバランスが多分こう絶妙なところで、こう訳を選ぶのが多分一番理想的なのかなと思いますが、なかなか両立しないところもありますよね。ありますね。やっぱりそれは聖書教会が今回聖書教会共同訳作るときにスコーポス理論だったかなって言って、はい、その翻訳のターゲットは何かっていうね、はい、その目的は何なのかっていうことをはっきりさせればいいんだみたいなことを言いましたけど、はい、まあまさしくそうで、その礼拝で朗読するために作ろうとしてるのか、はい、あるいはもう原点の忠実な再現を目指してるのかっていうところでも、その訳文の作り方っていうのは変わってくるだろうなとは、うん、その本当に再現したかったら原点が拡張高くないとか拡張高くないように訳さないといけないですよね。そうですね、はいはいはい、原点が文法的に間違ってたら、それはそこも本当はまあせめて中つけるぐらいのことはしないといけないはずだし、うん、下手なとこは下手に訳さないといけないっていうことになるはずですけども、はいはい、でも今回の聖書教会協力はそこは狙ってなかったっていう、うん、いうことなんだろうな。まあ、分かりやす、究極の分かりやすさで言うと、それこそ、鈴木先生が今回いろいろと、ね、試訳も含めて手に入れていただいた、何でしたっけ、大阪弁の。あ、そうそう、コテコテ大阪弁。大阪弁役とか、また、まあ、気仙語役は有名ですけど、うん、山浦さんのね、気仙語っていうの役とか、あと、まあ、多分探せばいろんな、まあ、個人的な試訳の試みみたいなのは多分いろいろあるだろうし、今後も出てくる可能性あると思いますが、どうなんですかね、そういう、要は、実際、大阪弁とか、あるいは広島弁とか、聖書は出そうと思ったら出せるもんですか？まあ、この時代だから、なんていうか、紙に印刷して採算が合わなくても作れますよね。はいはい。だから、やろうと思えばできるはずなんだけど、それはそれこそまさしくターゲットの問題であって、うん、そのスッと言葉として入ってくる、はい、文体にするかどうかっていうことなので、うん、その事柄としての理解っていうこととはまたちょっと別の水準かなという、うん、その大阪弁であろうが広島弁であろうが、はい、その事柄を伝えるときにそれが伝わりやすいかどうかっていう、その日本語としてすんなり入るかどうかっていう問題はもちろんありますけど、うんうんうん、ここで伝えようとしている事柄に対する、つまり聖書が何を言わんとしているかっていう解釈のレベルっていうのはまた別のところにあるはず。うんうん、これまあ、いろんなのが出た方が面白いから、うん、いいとは思いますけどね、それは。大阪弁の聖書なんかも結構面白く読みはしましたけど。あ、でも原点に忠実にはできるもんですかね、それ。いやー、やっぱり、忠実、どこまで、やったら忠実ってことなのかなという、まあ、そうですね、うん、気はしますけどね。やっぱり別の言語に置き換えるんだから、うん、それはやっぱ、うん、大阪弁だったらこういうふうに言うのかみたいなのはあるけど、うん、けどまあそこは非常に事柄としてこれで伝わってるのかなと思うような箇所がもちろんあるのも確かですけどね、うん、なんか新共同訳が出たとき、タイトル、見出しがついてるのがどうか問題はあったと思うんですけど、公約は一切何もついてないじゃないですか。あ、込み出しね。込み出し、はいはい。あれをめぐってはどうなんですか？込み出しはね、読み手としてはなんかあった方が、あ、なんかタイトルあって分かりやすいなっていうか、まあ、なんか読む前にそういう気持ちで、まあ、読んじゃうので多分弊害もあると思いますけど。そうですね、原点についてないですもんね。そうなんですよ、まあ、原点についてないというのがネストレ版にはついてないんだけど、聖書協会版はつけてたんじゃないかな。あ、聖書教会、聖書教会共同訳もそうだと思うんだけど、はい、聖書教会、あれ、なんて訳すのかな、国際聖書、世界
聖書協会というのかな、はい、あのが出してるあのギリシャ語聖書にを一応定本にしてやってるはずなん で、 でそれには込み出しついてるんですよ。なるほど、まあ、それに従ってということかなと。あ、そうそう、 UBS の GNT って書く人はそう言って書けばいいけど、わかんないからね。UBS の GNT で分かる人はどれだけいるんでしょうか、ね、これ、分かる人一部。関係者だけですよ。なるほど。ユナイテッド・バイブル・ソサイティーズのでしょ、グリーク・ニューテスタメントとかでしょ。それには確かについてるんですけど、うんうん、ネストレ版にはついてない。てか、もともとついてないので、うんうん、まあ、それに出したら、もともと、あの、大元まで遡ったら、句読点すらついてない。そりゃそうですよね。だから、あの、込み出しはただね、読みの、その解釈の方向づけをする場合があるので、これに引っ張られないようにする必要はあるという気がしますね。よく、聖書、なんか礼拝の聖書朗読でここから読む人とかいるじゃないですか。あ、確かに、あの、聖書朗読で、込み出し読む教会と読まない教会ありますよね。あるでしょう。確かにあれ、込み出し読まれるとちょっと引きますね、私なんか。興ざめしちゃうっていうか、なんだろうあれ。ね、僕も込み出し読まれると、込み出しとその下にある福音書だったら平行箇所書いたんじゃないですか。あの、マタイの5章だったら下にマルコでは何章何節、はいはいはい、ルカには何章何節って平行の箇所出てきます、ね。そこまで読む人一回だけ見たことあるけど、あ、だけどまあ、込み出し読まれる場合っていうのはまあまあありますよね。そうですよね。それは、まあ、あの、聖書そのものというか、じゃないので、読まなくていいんじゃないかなと僕も思いました。ユディトッキー、クライマックスで結末が込み出しになってるのか、ネタバレが込み出しになってる。それはさすがに確かに、通読してる人はちょっと痛いですよね。うん、やっぱり一からね、新鮮に読もうとしてる人はね、うん、何度も読んで知ってるんだったらいいけど。書いてあるわっていう話です。もうなんか、ネタバレですよね、本当に。はい、日本語のまあ拡張の高さっていうのはいろんな要素があるけど、その、うん、例えば敬語の使い方とかもあるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。でもそれってギリシャ語ないですよね。はいはいはい。そうか、そうか。だからイエスと律法学者がどういうふうに会話するかなんていうときに、はい、どっちがど上から目線で物言うかみたいなのって、はいはい、ギリシャ語には書いてないですよね。はいはいはい。で、それは翻訳する人が決めるわけじゃないですか。うん。で、大体イエス様の方がイエス様だから、はい、上から目線で物言うような感じになってるんじゃないですか。だけど実際には多分違いますよね。ああ。だって当時、ね。いや、確かにあの、聖書に出てくるイエス様は上から目線ですよね、だいぶ。ね、だいぶ上から目線で物言うじゃないですか。婦人用とか言ってますからね。そんな、婦人用なんて、興味誰も使わないよみたいな言葉遣いするでしょ。そうそう。それは翻訳してる人の主観が、まあ、完全に個人的とは言えないかもしれないけど、うん、やっぱりイエス様だからみたいな先入観があるわけですよね。なるほどね。となると、新約聖書には拡張がもともとあるはずだともうちょっと言いづらい。なるほどね。どういう意味で拡張と言ってるのかにもよりますけども、あ、それに、ね、あの、ガラテヤ書簡の3章あたりなんか見ると、パウロがボロクソに言ってるところとかあるんじゃないですか。うん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 、ガラテヤの連中、お前らバカかみたいなこと言ってる。はいはいはい、あれを拡張高く訳すっていうのはなかなか。いや、それはそうですよね。だから、パウロが拡張高かったかどうかはね、いろいろ諸説ありますからね。わかんない。あ、絶対喋って、あの、口述筆記だそうだから。そうそう。パウロは。喋ってる間にきっとね、激高して、なんか腹立つみたいなの。ね、本当ですよね。あると思うんですよ。だ、あの、福音書だってね、イエスがああいうふうに言ったみたいな、あの、今だからああいうふうに書いてあるけど、はい、腹立って言ってたかもしれないし。本当ですよね。ぶち切れてなんか、ちょっと放送禁止用語言ってたかもしれないですね。そう、それは、あの、ギリシャ語になった時に消えたのかもしれないし。いいって入ったのかもしれない。ちょっとまずい、ね。いや、かなりね、イエスが信仰対象になったから、変わっちゃった部分ってあると思うんですよね。あ、まあ、信仰対象として聖書が書いてるからいいんだと言われたらそれまでなんですけどね。だけど本当は違うんじゃないかなっていうような、うん、あの、気がするケースっていうのはちょいちょいありますよね、うん。それをただ面白いと思うのか不謹慎だと思うのかっていうのは、うん、ね、その人の立場でしょ。いやー、ちょっと、なんか怒られそうですね。こういう話して大丈夫なのかな。誰か途中で退出した人がいる。
いやでもあれですね、そのやっぱり学問としてまさにその聖書学として読む聖書と、その信仰の何で、まあ聖典とまでは言わないけど礼拝で使う一教本として読むバイトで、まあ、ちょっと意味合いがね、ちょっと異なってきますよね。まあ、それはありますよね。それこそ、辻先生自身はどう、こう、整合性というか、難しい質問になるかもしれないです。いや、基本、まあ、聖書学者は多分、まあ、聖書学者ってもいろいろいるから、一概には言えないんですけども、やっぱり、その、正確、原点を正確にというかね、古典文献として、はい、正確に訳したいと思ってるはずだし、はい、それからそれが、そのキリスト教の中だけの会話に終わらないような、うんうん、クリスチャンであろうとなかろうと誰が読んでもちゃんとその聖書を古典文献としての聖書が読んで、はい、で、それが正確に伝わるような翻訳にしたいっていう気持ちはあるし、うんうん、実際そこが聖書協会共同訳の仕事をやった時の一つの問題でもあったわけだ。多分ね、そこら辺温度差ありますよね。同じ役者の間とか、聖書学者の間でも。それはやっぱりね、元の原文が滑らかじゃなかったら滑らかじゃないように訳したいとか、はいはいはい、さっきちょっと言ったけど、そういう、うん、やっぱ古典文献としての、聖書ということを重んじる気持ちってのはやっぱあるので、うん、でそれが結局聖書のより正確な理解につながっていくんだという確信、はいはい、っていうか、まあ、それも信仰と言われたらそうかもしれないけど、うん、そういう考え方で取り組んでる人が多いはずなので、うん、私も基本的には分かりにくいとこは分かりにくいように訳したいし、うん、それに必要な、もともと分かりにくいはずなので、それに必要な説明注釈であるとか、うんうん、仲介書であるとかっていうものをつけていくという、うん、やっぱりそういう多少面倒くさい手続きを経て初めて古典である聖書に近づいていけるんだっていう考え方で、やってるという自分としてはそうなんですけど、ね、うん、前おっしゃっておられたその引用中でしたっけ、引用付き、はいはい、をまず読むべきだみたいな話をされてたと思うんですが、やっぱりね、聖書協会共同訳が最初出した時に中東印象つけてましたよね、はい、であれはもうすごくいい試みっていうか、新共同訳まではやってなかった試みで、うん、そうですね、数としては全然足りない、不十分な数でしかないっていうのは分かった上で、なおかつそれでもつけようとしたっていう聖書協会の姿勢をすごく良かったっていうか、うん、と思うんですけども、まあそれつけた分だけ活字がちっちゃくなるだとか、まあ、いろんな事情があったんだと思うんですけど、なし、全然ついてない版も後から出しましたよね、はい、でそっちをスタンダード版って名前つけて売ったんだよね。うーん、それが良くなかったって言ったら聖書業界の人に怒られるけどスタンダードじゃないだろう、むしろ安いからそっちの方がたくさん売れると思ってそうしたのかもしれないんだけど、でただ聖書を読むのになぜあそこに注が必要かということが本当に分かってたのかなという、やっぱり注釈なしで聖書を訳すっていうことは基本的に一つの解釈を押し付けるってことだからね、それ。そうですね、はいはいはい、だからそこは解釈が一定しないし、そもそも何て書いてあったのかすら確定できないんですよっていう箇所がいくらでもあるわけで、うん、そういうことはやっぱり正直に示す、そして読む人にそのことを分かってもらって、うん、で必要より良いのはさらにその注釈本みたいなものを作ればもっといいと思うんですけど、うん、そういうものがやっぱり必要だったと思うんですよね。そうですね、うん、スタンダード版っていう名前はそのさっきのここが変わった聖書協会協同訳の中にも書いてるんだけど、はい、やっぱり注釈ついてる版買った方が聖書の理解はすごく深まるので、うん、スタンダード版っていうか簡略版みたいにしといてほしかったかなっていう名前どっちがやっぱついてる方をスタンダードって呼んでほしかったなっていうのはすごく個人的には、なるほど、聖書協会に申し訳ないけど、いえいえ、それは思うんですよね。ツイッターでもコメントがあって、聖書協会共同訳は新共同訳聖書を引き継いで新共同訳聖書を2にすればよかったと思います、うん、プレステみたいだけどね、そのさっきの大人の事情みたいなのが絡んでると思うんだけど、本当は改訂新共同訳とかね、新共同訳2018とかね、まあ、いやだって最初あれですよ、標準訳っていうね巷で言われてましたけど、うん、
蓋を開けたら、開けてびっくり。そんな名前があったのかとかですけど、ね。なんか、標準訳ってつけたら、標準とはなんだみたいな。いや、まさに。なんか、傲慢だみたいな。傲慢と一緒ですよ。ね、なんか、傲慢だみたいな、こと言われて、聖書教会って割とそういうの出るとすぐに、こう、パパ姿勢、その辺の、なんていうか、反応がいいので。はいはい、反応がいい。よく言えば反応がいい。よく言えばだけど。あと、標準訳って、アメリカにだってスタンダードバージョンっていうのがあるぐらいだから。ああ、そうですね。別にそれで、それで行くつもりだったら、それにしときゃよかったような気はしますけど、うん、だけどやっぱり新共同訳との連続性が分かるような、だからその辺、新改訳はうまくやってんなっていうのは。ああ、新改訳201なの、201なのかな、でしょ。これでも、なんか、どんどん年数経っていくうちに古びてこないかなと思って、ちょっと心配になってます。201なの？そうそう。年号つけちゃうと。次、あれなんじゃないですか。新改訳2035とか、そんなのするんじゃないですか。いや、だからその間をね、ちょっと、なんか、持たせるの結構大変だなと思って。うん、まあ、あれ、基本的には第4版とか第5版っていう位置づけですよね。はいはいはい。まあ、その連続性は保たれてるから、あ、まあ、2017は多分、あれつけといたら古びた感じで、次のやつが出しやすいんじゃないですか。ああ、そうか、そうか。逆に。なるほどね。聖書教会共同訳と新共同訳って並べて言われたらどっちが新しいか知らなかったら分かんないじゃないですか。そうですよね。確かに。そうです、ね。その辺のやっぱり聖書翻訳の連続性、つながりっていうことはすごく分かるようにした方がいいと思うし、うん、初めから多分改訂版だって言った方が売るのにも都合良かったんじゃないかなっていう。ちょっとずつ置き換えていくことできるわけですからね、改訂版だと思えば。はいはいはい。30年ぶりゼロから翻訳したやつをまとめて教会で50冊買ってくださいって言われてもお金ないじゃないですか。はい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 。聖書教会共同訳の印章中付きを購入したいのですが、版はどうやったら確認できますか。聖書教会に聞いていただければ。聖書教会さんに聞いて。聖書教会のやつはね、奥についてないはずだ。確か奥付けってのは。奥じゃないところに。手前の聖書教会共同訳って内扉みたいなのがあって、その裏に、いわゆる奥付けに当たるやつがついてるはずなんですよね。これが表紙ですね。表紙を開いたところの、ここに。そこを見れば、いつ印刷して、これ新共同訳も同じだと思うんですけど、はい、いつ印刷して、多分1万ってのは、いすった部数かな。で、これちょっと聖書教会に行かないと分かんないけど、ここ、江戸1ってのが1版みたいな。それ江戸1ですかね。ファーストエディションって意味じゃないかな。はい、江戸1。ですよね。ね、で2019とは2019に刷りましたっていう意味だと思います。はいはい、僕は間違ってなければ。間違ってたら、どなたか指摘していただいたら。はい、を確認して、買っていただければという感じですね。はい、聖書教会のホームページに訂正箇所が上がっていて、はい、どこを直しましたって、いつどこを直しましたっていうのが出てて、はい、で要するにその日付以前に出版発行されたものには直ってないってことですよね。はい、なるほど。だから一番より新しいやつの方が直ってるものが部分が多いということに。だからね、僕ね、これ最初に初版一刷り出すときに、デジタルで出した方がいいって何回、二度くらい言ったかな。だけど、なんかね、笑ってやり過ごされたんですよ。なんと。絶対に5色出るから。はい。それはまあ最初はね、しょうがない。そうですね。うん、最初はね、後から直したものを必ず渡すって約束で、デジタル版を配った方がいいと。デジタルだったら直すの簡単ですからね。はいはいはい。修正版配布って簡単にできますでしょ、はい、まあ、そうした方がいいって言ったんだけど、なんかね、言ったんですよ。なんかね、はははは、とか言われて。まあ、それこそ大人の事情かもしれないですけど。はい、また、引き続き、この展示自体はですね、まだ引き続き展示会場を開いておりますので、期間内にぜひお越しいただいて、もし来れない方も、今日お見せしたスライドの資料は皆さん参加者の方々にプレゼントをしたいと思いますので、後ほどまたそこからダウンロードしていただければと思います。はい、みんなの聖書絵本シリーズ完成10周年記念ということで、
聖書絵本36巻セットが完成10周年を迎えましたということで、今いろんなあのキャンペーンをしているということで、こちら、それからもう一つですね、企画で、みんなの聖書絵本フォトコンテストのを実施しておりまして、私松谷も審査員として加わらせていただいてますが、6月30日今月末が締め切りになっております。みんなの聖書絵本を一緒に写真に収めてですね、インスタで上げていただくというコンテストをやっております。受賞された方は豪華賞品があるということで、スズメの写真で有名な片柳新婦さんと石田美奈子さん、矢崎ふずかさんが審査員を務めております。ぜひ振るって応募いただきたいと思います。それからもう一個ありました。これで、はい、告知は以上ですね。あと来週、また第2回コラボ企画として、またオンラインでこの会場から、配信をする企画、鈴木信久先生、立教大学名誉教授の先生をお呼びして、また格調高いお話が。今日よりずっと格調高い話。格調高い。今日も格調高い話をいただいたり聞けるということなんですね。同じ時間、来週土曜日の2時から、もしお聞きになりたい方、ぜひ無料ですので、また申し込みいただければと思います。はい。先生、もう、お話足りないこといっぱいあると思いますが、最後に一言、メッセージを。翻訳の話、ずっとしてきたんですけど、その翻訳っていうのは、さっきもちょっと言ったように、常に不完全なものなので、聖書協会共同訳にもいろいろ読まれた方が、こう感想だとか、ご意見だとか、批判点なんかがあると思うんですけども、なるだけこの時代ですから、発信することも容易になってるので、いろんなところで読み手が発信するっていうことが あっていいと思うし、聖書協会の方でもそれを組み上げて、組み取っていく努力っていうのをしていただいたらなと。で、それを何らかの形でまた注釈にするなり、訂正するなりっていう形で、より良い翻訳を目指していくという作業が常に続いていくと思うんですね。で、そういう良い循環が続くことをやっぱり願ってますし、そこになんか協力できることがあったらしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。30年後なんか新しい翻訳出ますかね。あ、それこそ改訂聖書教会共同訳ばっかり出るんじゃないですか。新聖書教会共同訳。李先生多分まだねご存命だと思いますから、ぜひ困っていただいて、こんな翻訳ダメだみたいなこと言ってるかもしれない。重鎮としてね、お小言を歌って。はい、お時間あっという間に来てしまいました。今日辻先生広島から、ご参加いただいて、まさにコロナ禍ならではの、企画になりましたが、たくさんのもう100名を超える方に、お申し込みいただいてありがとうございます。ではありがとうございました。辻先生お時間いただいてありがとうございます。またご一緒したいと思います。ありがとうございました。はい、失礼します。